大気の富山ブラック。富山ブラックは、富山県富山市中心部発祥のご当地ラーメンである。1955年頃、富山市中心部で、富山大空襲の復興事業に従事していた、食べ盛りな若者のランチとして、また汗をかく、肉体労働者のための塩分補給として、醤油を濃くしたスープのラーメンを作ったのがルーツである。この時は屋台であったが、後に屋号を、 大輝として、富山市西町に店を構えた。2000年頃、当時の店長が閉店を決意したが、有限会社プライムワンが屋号を買い取り、西町大輝の店名で多店舗展開した。この頃、富山のラーメン情報を扱う、草の根の電子掲示板で、大輝に加え、面会路派、流豊、メイン八、 万里といった富山県内の比較的黒いスープのラーメン屋を総称して富山ブラックと呼ぶようになった。これらの店舗の中には当初違う種類のラーメンを提供していた店や中華料理店の類であったものが注目度の上昇に合わせて富山ブラックに主軸をシフトしたところも少なくない。2007年夏期に大手メーカーから発売された富山ブラックの即席麺。 ご当地ラーメンではあるが、富山市内の特定の店舗のラーメンが発祥であり、元より富山県内で色の濃いスープのラーメンがメジャーだったわけではない。ご当地ラーメンとして知名度を獲得し、提供される店舗が大幅に増えた現在も、シェアの面で多数派の地位を得るには至っていない。もともと肉体労働や運動後の塩分補給、あるいは、 飯を添えて食べることを意識した味付けであり、総じて塩辛い味付けであることが特徴。この味付けは、客が店に飯を持ち込み、ラーメンをおかずとして食べるというスタイルの中で生まれた、ものである。飯持ち込みが当たり前であった、誕生当時の伝統を引き継ぎ、発祥の地である、大気西町本店ではライスをメニューに含めていない。森のサイズは大と小があるが、 一般的には、小で、他のラーメン店の波の大きさである。スープは、醤油の濃度が、高く、さらに上から大量の粗挽き黒胡椒をかけられており、胡椒の風味が強い塩辛さを持っている。トッピングはメンマ、海苔、など、普通のラーメンと、変わりはないが、比較的ネギの量が多い。またメンマが、かなり塩辛い場合がある。麺は太く、 少し固めの店が多い。ラーメン評論家として知られる、大崎博氏は、辞書、無敵のラーメン論でご当地ラーメンとして触れているほか、オールアバウトのラーメンガイド、グルナビラーメンコラムなどで数度話題に取り上げている。美味しんぼ塾ラーメン道日本全県グランプリに、中部代表として、富山市の木八が出場して、富山ブラックを披露した。 2007年には、明星食品から、2009年には、トカチニーツ製麺とことほがきや食品から、2010年には、日清食品からそれぞれ富山ブラックを再現したカップ麺を呼び、チルド麺が全国発売されている。東京ラーメンショーで2009年から3年連続売り上げ1位を記録するなど、県外への積極的な営業展開で知られるのが、麺会路派である。 石川県に常設店を持っているほか、京都府、神奈川県、福岡県のフードテーマパークや日本各地の物産店に出店している。海外ではシンガポールやアメリカロサンゼルスへの出店も見られる。富山ブラックの知名度にあやかる形で、富山県内各市町村の商工会などが中心となり、市町村名色の名前を冠したご当地ラーメンが開発されている。 これらは、カラーラーメンと総称される。ありがとうございます。